こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。販売許可が必要な商品。販売許可が必要ですと出てね、書類が必要なのか、写真を、提出するのか、あるいは、ガイドラインを理解しているかのテストだけでいいのか、まあ、3種類のね、パターンがありますという話を以前しました。でね、どんな商品でどうなるんですかという質問があったんですけど、これね、出品者によって違います。取引実績のある出品者は、そもそもこの許可申請画面すら出てこずに、そのまま出品できているってことが多いです。で逆に、まだ実績全くない、ね、ほとんどない出品者、全くない出品者の場合は、このリクエストアプローバル自体が出てこないと、ね、許可申請すらできないということもあります。まあ、当然ね、いろんな商品、出品できた方が、稼ぎやすい。ね、他のライバルが出品できない商品を自分だけ出品できれば稼ぎやすいということが言えますのでね、できるだけ問題のない取引を早く、たくさんして出品許可なしで出品できる商品を増やしておく、あるいは、ね、簡単に通る出品許可で、出品できる商品を増やしておくというのがね、重要なんで、まあ、取引件数をとりあえず、ね、まず月100件を目安にクリアするというのをね、目標にまずやってください。せっかくね、アマゾンして始めたのに、そこまでに到達するの時間かかってね、その間にね、ライバルがどんどんね、出品できるようになっちゃって、自分だけ追いついてないというのはね、ちょっともったいないんで、まあ、商品探しなんかで手こずってる場合はね、また、相談していただいて、どんどん問題ない取引を重ねて、出品できる商品を増やしましょう。以上、アマゾンサポーター、堀秀夫でした。